ビーナスの誕生は、フランスの画家アレクサンドル・カバネルが1863年に描いた絵画、パリのウルセイ美術館に所蔵されている。本作は、1863年に開催されたサロンとパリに出品されて入選を果たし、芸術の王道であると称賛され、フランス皇帝ナポレオン三世が個人的なコレクションのために買い上げた。 これによって、カバネルは名声を格好たるものにした。本作登場の数年後には、ラタイ画の制作が非常に流行し、ローレンス・アルマタデマ、ハーバート・ジェームズ・ドレーパー、フレデリック・レイトン、ジョージ・フレデリック・ワッツなど、後世の画家に大きな影響を与えた。小説家のエミール・ゾラは、本作について、乳白色の皮に身を浸した女神はさながら、感動的なロレットのようだ。 それは、肉と骨からできているのではなく、そうであればみだらになってしまう、一種の白とピンクの練り菓子でできていると評価している。本作は、ギリシア神話における、ヴィーナスの誕生を下敷きにしている。海水の白濁した泡から生まれたばかりの美と愛の、女神、ヴィーナスが描かれている。本作完成のおよそ400年前に描かれた、サンドロボッティチェッリ、ヴィーナスの誕生王では、 ビーナスは貝殻の上に立っているが、本作では海の波の上に横たわっている。はるか遠くの水平線の向こうにはキプロス島が描かれている。ビーナスは憂鬱そうな視線を鑑賞者の方に向けている。ビーナスの髪は褐色をしており、膝のあたりまで伸びている。ビーナスの上では白色や青色の小さな翼を生やした首胴がホラ貝を吹き鳴らしながら飛び回り。 ビーナスの誕生を祝福している。ありがとうございます。